お久しぶりです。あなたが戻ってこられると聞いて迎えに上がりました。あなたは私のかけがえのない大切な人です。誰にも渡したくないとさえ思います。私の心の中に浮かんだのは、純白に身を包んで幸せそうに笑うあなたの姿でした。巫女殿、美しい花嫁となったあなたの姿をいつか私に見せてくださいますか。